しようもなく出会った私たちは、自分の夢を叶えるためにどうしようもないと争わなくちゃいけなくて、何が正しくて何が間違って、考えれば考えるほどどうすればいいのかわからなくなって、どうしてってわかんなくて、世界は途切れ、つまずいて泥だらけになって、それでも私たちは天に仲間されて、全力でもいられなくて、それでも私たちは幸せを見失って、笑顔を見失って、それでも私たちはこの夢のために理想のアイドルになるために、それでも私たちは、いつかの春出会った私たちは、争わなくちゃいけないけれど、どうすればいいかなんてやっぱりどうしたってわからないけど、なんでもないような時間を、たわいもなく語り合えたこの3人で、せめていつかのその日まで、お願い神様。吉野さん、さゆりさん、おはようございます。おはよう、おはよう、あやね。みずくき、あやめちゃん、学年は一つ下だけど、私は2年生からの編入だから、同級生みたいな気持ち。浮かない顔してどうしたの？あ、いい、昨日また猫さんにレギュラー。あやめちゃんは猫が大好きなんだけど、なぜか猫に近づいても逃げられるみたいで、やっぱり私が悪いんでしょうか。そんなことないよ。だって猫って気まぐれって言うし、そうそう、たまたまと重なっちゃっただけで、とにかくあやめちゃんは悪くない。嬉しい。